やる気、元気、玉ま霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークですが、今日はタロットカード、日本の神様カード、新しいカラーカードっていうね、このオラクルカード3つを使いまして、皆さんの金運、そして金運が良くなるためにはどうしたらいいかっていうのを占いたいと思います。3択占いです。はい。これは自分も気になるので、やりながら私も選ぼう。<laughs> はい。じゃあ、 三つまず選びますね。どれからいこうかな。日本の神様からいこうかな。はい、続いてカラーカード。これ新しいオラクルカード。なかなか綺麗でしょなんかね、いろんな色があるのよ。ほら。カラーカード。そしてタロットカード。 はい、選び終わりました。はい、では、左から順に、1、2、3です。1、2、3、選んでください。はい、選びましたか まず1位からオープンしますね。オープンタロットは節制。あ、これお金の流れがいいね。そして、アクア。アクア、緑色だね。平穏と落ち着きを体験する。そして、日本の神様は、雨の床立ちの神。これ、なんか前も出た気がする。 では、順番に、まず色から行こうかな。はい、まず色のカード、このアクアっていうのは、まあ水ですね。水の色ですよね。平穏と落ち着きを体験する。アクアは心を沈め、神経を落ち着かせ、静寂と平穏の状態をもたらしてくれる色です。内なる静けさを求めて瞑想する際にアクアを用いると、素晴らしい効果を発揮します。アクアはまた、忍耐、信頼、需要、 冷静さを表す色でもあります。あなたの恐れを解放し、自信と自己信頼感を高めてくれるでしょう。アクア色の光線に身を浸し、神経系をなだめ、心に静けさをもたらしてください。なるほど。忍耐、信頼、需要、冷静さ、そして成熟と平穏みたいな意味ですね。そして日本の神様、雨の床立ちの神。これ前も出たよね、なんかでね。雨の床立ちの神は、 えー、今あなたは内面においても外に向かっても大きく拡大していく時を迎えています。この宇宙で唯一無二のあなただけのエネルギーを今すぐ人生の舞台で表現してください。注目されることへの恐れを手放すのです。あなた自身が光り輝くことをき、えー、許可しましょう、えー。カードのメッセージとしては、えー天地 天と地が初めて分かれた時、まだ混沌とした足の目の中から、確固たるエネルギーを持った雨の床立ちの神が生まれました。物理的なエネルギーが姿を現したのです。いよいよ世界が展開していきます。雨の床立ちの神はあなたが自己を表現する宇宙という舞台を用意してくれたのです。このカードを引いたあなたはいよいよ子としての自分を表現するべき時期が来ています。もう舞台の袖に引っ込んでいてはいけません。 堂々と舞台の中央であなたの個性や能力を発揮してください。注目されることへの恐れを手放しましょう。今、拡大のエネルギーがあなたに訪れています。皆と違う自分を喜びを持って想像しましょう。雨の床立ちの神の堂々たる安定したエネルギーがあなたを素早く後押ししてくれます。この人生はあなたが主役の舞台です。そこには爽やかな風が吹き抜けています。 風に乗せてこだわりや執着を手放し人生というキャンバスにあなたが本当に描きたい絵を描いてください。やってみたいけれどまだ始めていないことをやってみましょう。クリエイティブな活動は力強いエネルギーを引き寄せます。はい。そしてタロットカードが節制。そうですね。なので1を引いた方は全体的にまず節制が出てるから金運としては非常に今いい状態だと思います。 特に今何をするでもなく、今は、今現在はちょっと悪い方もいるかもしれないけど、今後とてもお金の流れが良いみたいなカードなので、節制、節制のカードはね、本当に流れるものがいいんですよ。なので、そんなにまず全体的に心配しなくていいのかなっていうのと、そしてね、このカードとこのカードが結構真逆な感じですよね。雨のとこたちの神はこう、 表現する。自分を表現しなさいみたいな個性的なカードですけれど、このアクアのカードは平穏とか安らぎとか、うん、ね、水なので、なんか静けさみたいなかなり極端なカードが出たので、うん。一の人難しいな。うん。そうだな。金運を良くするために、 まずこっちは、これは必須かなご自身がやりたいこととか、今までやりたかったことっていうのを表現する時がやってきました。なので、その自己実現というか自、あの自分の内面とかやりたかったことを表現する、表にどんどん出していく、表現していくっていうことは、まずやってみてください。それはきっとお金につながると思います。 好きなことをやりたかったことが多分お金につながる。そしてその一方、多分これでエネルギーをかなり使うので、バランスをとるために、瞑想したり、平穏、落ち着き、そういう時間を、あの、仕事以外の場では、心がけてください。ゆっくりよく休むとか、心を落ち着かせる。例えばお風呂にゆっくり浸かるとか、ぐっすり、質の良い睡眠をとるってやるとか、 本当に座禅瞑想をする時間を取るとか、この活動的活発的事故の爆発みたいな、そういうのと対照的な静かな時間を持つ。このバランスの取れた状態でお金がとても金運が上がると思います。 なのでこう、なんだろう、中途半端なところでこう、力をね、あんまり発揮しないじゃなくて、力出すときはガーンって自分を表現して、自分を爆発させ、家に帰ったらもう落ち着く、もう静かな時間を過ごす。一人でとか家族でとかも、ほんと静か、平穏、平和。そういう時間を過ごして、神経系をこう穏やかにして、 っていう。なんかこうリズムのある生活をするといいのかなって思いました。はい。1の方の、えー、金運。そして金運を高める方法でした。次、にいきますね。2は、世界。あ、これもいいですね。完成。そして、ゴールド。豊かさを引き寄せる。これもなんかお金っぽい色だよね。まんま。そして、 お、二人の神様だよ。カムナビの神とオオナビの神。じゃあ、まずは色から行こうかな。はい、まず色からいきます。ゴールド、豊かさを引き寄せる。ゴールドは決断の際に明晰さをもたらし、豊かさを引き寄せます。また、意識の拡大を促し、知恵、知識、喜びに通じる道を照らしてくれます。 ゴールドは体と精神のあらゆる領域を強化するため、病気を癒すのには最強の色ですが、賢く用いる必要があります。豊かさを引き寄せるには手のひらのゴールドのエネルギーを、手のひら、はい、活性化することに集中、意識を集中させると良いでしょう。ちなみに、ゴールド色の効果を両手のひらに、 のせ、握りしめ、すでにあなたが持っている豊かさに感謝をしましょう。目を閉じて効果を祝福し、山のような財産を手に入れた自分を想像してみてください。山のような財産を手に入れた自分を想像する。手のひらに金色の光を流し込み、ゴールドのエネルギーを活性化させます。手のひらがピリピリするような感覚があるかもしれません。その状態になったら必要に応じてあなたが触れるものすべてが、 ゴールドのエネルギーに変化するようになるでしょう。おお、なんか、超具体的なやり方が出ましたね。うん。効果を握りしめ、豊かさに感謝をするそうです。で、山のような財産を手に入れたことを想像する。なるほど。では、日本の神様いきますね。日本の神様。カムナビの、カムナオビの神とオオナオビの神。笑っていますか最近お花を お腹を抱えて大笑いしたことがありますか笑えば笑うほどエネルギーが高まり、笑えば笑うほど豊かさがあなたに引き寄せられてきます。さあ、ともかく今、お腹の底から笑いましょう。わっはっはっは。笑っているとき、あなたは今ここにいるのです。カードのメッセージ。災いを治すために生まれたのが、カムナオビの神とオオナオビの神。 の二中の神です。この神様たちは、今日を基地に変えるという霊力を備えています。この二中の神様のエネルギーは優しくて、底抜けに明るく陽気です。それは辛いことも笑いにして吹き飛ばしてしまう強力なパワーです。自分に起きる様々な出来事を客観的に受け止めることができれば、あなたは上昇する波に乗ることができます。自分に関わる出来事を客観的に見るためには、観察眼が必要となります。 とりあえず何か楽しいことをしてみましょう。まさに笑う角には吹きたるです。あなたの楽しい波動は周りに広がっていきます。なのか楽しいことが近づいています。もしここしばらく笑っていないと思うなら、それこそ神様たちの出番です。カムナオビの神とオオナオビの神とを招きましょう。そろそろ何かアクションを起こしてください。手始めに、 落語を聞いたりコメディを見るといったことでも構いません。笑うと横隔膜が動いて生命エネルギーがたくさん体に入ってきます。ユーモアは最高の知性、冗談を言うときは思いやりを忘れずに、そしてみんなと楽しい時間を過ごした後はゆったりとした一人の時間も大切にしましょう。はい、ということで2の人はね、全部なんか良さそうよね。 まず、全体的な金銭音としては完成のカードが出たので、今やってることが一つの完成形輪になって、とても良い結果になるかなという感じがしますよ。で、ね、ゴールドっていうのもね、さっき、この瞑想の仕方が具体的になったけれど、まず、このゴールドっていう、もうパッと見てお金の色じゃないですか。金の色。 金の色なので、なんか2を引いた人はもうすでにお金に全体的に恵まれてるのかな、みたいな。そういう運を持ってるのかな、みたいなことを感じました。そして、そして日本の神様が言うには、笑いましょう。笑う角には服来たるです。なんかここでもうすでにすごいいい感じがするけど、さらにね、こうがっちりとその金を高,高めるというか、さらに強固なものにするために、ね、コメディを見るなり、 友達とお話しして笑うなり、何かもうお腹の底からわははと笑って、そうすればその笑いのエネルギー周りにも伝授して、より良い金運のね、強固な金運エネルギーとなるような感じがしますね。2の方とっても良いんじゃないですか。まあ、することといえば笑うことかな。たくさん笑っててください。笑顔でいてください。笑いましょう。では3いきますね。3の方。 はい、オープン。マジシャン、なんかみんな良かったね。マジシャン作り出すでしょ想像する。で、色、ダイラック。あ、優しいね。優しい。信頼を深める。そして、神様。八つ、イカの神。八、八つの雷の神様。はい。はい、まず色からいきますね。三引いた方。ダイラック。 信頼を深める。ライダックは信頼を深め直感力を目覚めさせ、霊能力を高める色です。柔らかく穏やかなライダック色は意識の拡大をもたらし、神聖さとの結びつきを強めてくれます。ライダックを取り入れて古いパターンから自分を解放し、内なる力を取り戻しましょう。崇高なライダックの色の光を全身に浴びて、信頼を深めてください。 えー、信頼は目に見えない強い信念です。多くの場合人々は何か素晴らしいことが起きる前に諦めてしまいますが、ライダックはあなたに大いなる力を信じる心を思い出させてくれます。まずこうなって欲しいと思うことを念じながら、サードアイ第三の目をこすってください。そこにライダック色の磁石があって、あなたが望むことをどんどん引き寄せてくる様子をイメージしましょう。視覚化し、 起動します。アクティベートだってアクティベート。起動しますと唱えることで、この磁石は活性化します。リクエストは聞き届けられました。内側から溢れてくる喜びを感じましょう。 信頼を強くするためにライラック色のセロファンを買ってきて、ライラック色のセロファンあるかな日の光が差し込む窓際のガラスに貼り付けてください。この窓の隣に座って、崇高なライラック色の光を全身に浴びましょう。次のように唱えます。一息吸い込むごとに、自分自身と大いなる力への信頼が新たに生まれます。私は宇宙から最高の愛と豊かさを受け取る準備ができています。 なるほど、結構これはねスピリチュアルな感じだったねライラックは霊的な力サードアイ、第3の目その感性その感覚を使ってね直感とか感覚的なものを使って3番の人は切り開いていくといいのかなそして神様のカードいきますよ安井ちの神天はあなたをサポートしています 今弱気になっているのなら私たちが雷でその弱気を打ち砕きましょう。弱気の下に隠れているのは恐れです。恐れを克服する唯一の方法は恐れに面と向かうこと。力強いエネルギーであなたの意志を強化し、方向性を見出せるように助けましょう。リーダーとしての自分に気づいてください。はい、カードのメッセージ。やついかずちの神はパワーです。強い力そのものです。雷は 神なり、神様のがなるに通じ、あなたの恐れを強烈なパワーで打ち砕きます。ただ、八ついかずちの神の、えー、八中の神々は闇雲に強いだけではありません。正八角形のそれぞれの一辺を象徴し、お互いに絶妙のバランスをとっているのです。大人たちはパワーをいつどれだけ使えばよいのかを識別する能力を持っています。このカードを引いたあなたは、 本来リーダーになる素質を備えています。あるいは教え導く役割を選んで生きているのです。失敗への恐れはもう必要ありません。心配や不安はエネルギーを落とすだけです。安いイの神の雷の強烈なパワーとバランスをあなたも使いましょう。また自分の内側で正しいと思うこと。 世間や周りが正しいと思うことにギャップを感じているのでしょうか自分と社会、目に見えないことと目の前のことなど、安井和智の神は天と地という二つの世界の間を稲妻で結びます。雷の音とともにあなたに典型が降りるでしょう。もう一度自分の意図と意志を確認し、安井和智の神と共に進んでいってください。 はい。ということで、3番を引いた方も全体的にいいですね。なんか、今回、すごい悪いカードがなかったので、皆さん、やればきっとできるんですよ。そう。 3番の人はね、これからだと思います。ね、マジシャンのカード、タロットカードの始まりから2番目、最初から2番目のカードなので、これからお金を作り出していく、想像していく、そういう段階だと思います。なので、まだ結果は出ていないかもしれません。でも、これからだと思ってください。そして、今あなたはこの八井勝地の神に出たように、あなたは今、 恐れているかもしれません。恐れているかもしれないけれど、あなたは、このカードを引いたあなたは本来リーダーになる素質とか、人に教える、教えて導くっていうような役割を持っているので、うん、失敗への恐れっていうのはもう不要です。そういう心配とか恐れみたいなのは逆に先に進むためのエネルギーとしてはマイナスになってしまうので、エネルギーを落とすだけになっちゃうので、もう 失敗エネルギーはや,やめましょう。その恐れみたいなのはこの神様があのどっかに吹き飛ばしてくれるはずです。はい。なのでもう一度自分の意図、意志目的、方向性、そういうものを自分はどこに行くべきだった とか何をすべきんだったっけとか、目的意思と、そういうのをもう一回ちゃんと確認して、えー、この神様と一緒にね、恐れをこうなくしながら、どんどん突き進んでいってください。でさらにえー 多分あなたには、この3を引いた方には、霊能力、霊的な感覚っていうか、インスピレーションというか、直感力とかね、そういうものがとても優れてるんだと思います。なので、その能力も十分に存分に使ってください。第3の目、うん。この目に見える目だけじゃなくて、こう感じ取る力みたいなものを十分発揮して使ってください。そうすると今後、お金、自分がこう作り、作り出すことができるかな。 お金というものをどん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 作り出す力が出てくると思います。はい。ということで、以上になります。金運と金運をアップさせるための方法について3択占いでした。ね。今回はちょっとこの辺に悪いカードが全部出なくて、みんな良い感じに出て安心しました。うん、なので、まあいい、そうですよ。やるかやらないか、ね。 意思を持つか持たないか、そういう世界なんだと思います、お金。誰にでもこうやる、えー、金運をアップする能力っていうのはみんな平等に持っている。その能力を発揮するかどうか、強い意志を持ってやるかどうか、みたいな、そういうところだと思うので、皆さん頑張ってください。応援しています。はい。じゃあ、じゃんけんいこうか。はい。玉木じゃんけん。じゃんけんぽい。 パーなので、貯金の人の勝ちです。これ今買った人は多分これかける2倍のパワーが、とかね、適当なこと言ったけど <laughs>。うん。きっといいことがあるはず。はい。じゃあね、バイバーイ。